臨時国会が今日召集され、先月の参議院選挙で当選を果たした北海道選出の新人議員らも初登院しました。北海道選挙区で初当選した自民党の船橋利光議員は午前8時の開門を前に国会の正門に姿を現しました。一番乗りとまではいかなくても、まずは開門と同時に参議院としての仕事の第一歩を始めたいなっていう思いで来ました。はい。船橋議員は去年秋の衆院選で落選し、くら替えで出馬した先月の参院選で当選しています。臨時国会の会期は5日までで、安倍元総理の国葬や旧統一教会と政治家との関わりなどの論戦は閉会後の閉会中審査で行われる予定です。